山梨県甲斐市竜王。2024年2月24日甲府事件から49年、少年ワイとのリアル交流会。皆さんから申し込まれた中で、あの申し込みフォームの中でいろいろな質問が来てまして、今までに報道で語ってないことや、しばらくマスコミには一切出てこない期間があった理由。メディアとかってなると、どうしてもその視聴率やら何やらって部分が出てくるんで、まあ僕にしてみたら49年前のその甲府事件っていうのは、全てとりあえずその当時の当時っていうかね、その時の記憶の中で全て話していることだと。でもまだ何かネタが欲しいってなると、まあ何か着色が必要じゃないかな。内容なんかはまあこんなバカなことなっていうのが一つありまして、なんか韓国から UFO 呼ぶおじさん来るから日本代表として山田さん日本代表と、そう簡単にそんな呼べるっていうか、僕自身呼ぶ能力なんて自分自身そんな持ってないんですよ。しかし UFO の気配は甲府事件から感じているそうで、ですからその49年前からずっともう UFO とか、まあ、あの謎の光とか、まあ、竜神様もそうです、そこに関わってるっていうのはずっとなんですよ。でその映像、まあ、実際話だけだったら信じられないだろうなと思って、まあ気がついたものは全て撮って、あの映像に、まあ、携帯性能良くなったんで、それに全部収めてるんですよ。でそれをまあ、それが本物だと思ってるんですよ。でテレビだといくらでも作れますから。で本物っていうのはやっぱりそのみんなを楽しませるために、あそこに出るからなんて、来い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 なんてやって出るもんじゃないですよね、うん、だからメディアでそんなこと話したところでまた着色されてっていうのもやっぱりあるんで、まあ今回こういうリアル交流会って部分で言ったら、まあそのそれを信じる信じないっていうのは本当に本人次第なんですけど、ただ逆にまあ後でね、皆さんにこう一部だけでもお見せしますけど、そのものを見てでこれえっていうような映像ばっかりなんですよ、おそらく。うん、まあそれをまあ皆さんに知ってもらいたいっていうのもありますし。山田さん、その後 UFO を何度も目撃されているとのことですが、うん、UFO を見る時間帯や方角など何か共通することというかコツなどはありますでしょうか。コツはないんですけど、ただ僕の近くにいれば必ず会えますよ。まあよく見る場所っていうか、例えば南アルプス方面とか、うん、あっちの方とかっていうのは結構そのあっちに出るのはもうオレンジ色の光帯ですよね、うん、光帯がバーッと出ます、まあ、大体昼間とかもう時間帯関係ないですよね、もう四六時中なんですよ。で僕の写真なんか見れば昼間はほとんどですよね、うん、起きてる時間帯です。でこれがもうずっとなんですよね。でまあたまたまそういう携帯の機能がねついて、まあ、手元でそのあって、でみんなに説明したところで分からないじゃないですか。いや UFO に出る昨日見たよとかって言ったところで話だけじゃ分からないです、うん、その興味津々の動画はですね、この後交流タイムで山田さんの各テーブルもあって直接見せていただきます、ね、見たいですか。見たいです か, ですか。山田さんに全部のテーブルをもらって、この交流会では甲府事件以降、山畑さんが今まで撮り続けた UFO の写真や動画を見せていただいた。そして参加者との交流も、ちょっとすごい驚くところに感動したというか、山畑さんにお会いできたこと、すごい喜んでいる気がします。喜んでると思いますよ。ですよね、はい、竜神というお話が出て、はい、私そういうのもすごい好きで、まあ皆さんね、本当にまあ、耳を傾けていただいてね、こっちも逆に何て言うんですかね、まあ、話しがいがある
ていうかね、うん、はい、でまあ僕自身はその真実を伝えたいっていうのがね、まあ一つの、まあ、目的であって、信じてもらいたいんじゃなくて、まあまだまだね、言い足りないこととか、うん、見せ足りないものいっぱいあるんですけど、まあなんとなく皆さんこう理解していただいたのかなと思って、まあ非常に感謝しております。でまあこれでね終わりってことじゃないんで、実際本筋じゃないですけど、それを今後ね皆さんにどん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 ね伝えていきたいかなっていうのがありますんで、でやはり皆さん興味っていう部分で言ったらね、見たこともないその未確認飛行物体といわれるね UFO っていうのは当たり前のように見てるんですよね。ただそれをまあ見えるか見えないかっていうのは、まあ皆さんの気持ち次第で変わります。2025年2月23日甲府事件から50年、事件の当事者少年 Y こと山畑氏と皆さんのパネル展開催決定。1975年2月23日当時小学2年生だった少年2人が UFO と搭乗員に接近遭遇した甲府事件。事件から50年後の2025年2月23日当時の少年 Y 山畑氏が事件後も目撃し撮り続けた UFO などの不思議な写真や映像を解説付きで一堂に公開します。よく見る方面っていうのは西の方、よく南アルプスですね。 YouTube チャンネルのコメント欄に寄せられた皆さんからの不思議な体験談、山畑氏と同じような体験をされた多くの方々がいることも知ることができました。そのような方々の体験談や画像などもご一緒に展示したいと考えていますので、より詳細な情報はこちらの動画のコメント欄や画像はこちらのメールアドレスからご提供ください。皆さんと一緒に UFO などの不思議を考える展示会にしていければと思っています。甲府事件から50年、 UFO の目撃など不思議な体験談を普通に語り合えるコミュニティを目指しています。そしてこの YouTube チャンネルでは山畑氏への質疑も受け付けていますので、ぜひコメント欄やメールでご応募ください。その49年前からずっともう UFO とか、まあ、謎の光とか、まあ、龍神様もそうです、そこに関わってる。このチャンネルにて定期的に山畑氏が直接お答えします。超常現象を普通に語り合える未来を皆さんと一緒に作っていきましょう。